名古屋栄では午後2時ごろからウクライナからの避難民らおよそ80人がプラカードや国旗を掲げてロシアの侵攻に抗議しました。今日日本に到着したゼレンスキー大統領は明日 G7 広島サミットに参加する予定で、反戦デモを行った避難民などからも戦争の終結に向けて支援を期待する声が上がりました。Це дуже добре, що наш президент України прибув до Японії на саміт G7. もちろん核兵器は使ってはいけないと思ってます。戦争はもともとは良くない。戦争もやめてほしい。